急にびっくりするわ。10番以上、10番です。おはようございます。よろしくお願いします。絆っぽいな、みんなね。まあでもそれはそれでありがたい。よし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 、これはね、3000枚ぐらい昨日出てるんですよね。ほら、しかもいい感じに出てますね。結構波で分かると思うんですよね、番長3。昨日はぼちぼち下がってる感じかな。あ、埋まってきた埋まってきた。収録しやすいから角でいいかな。とりあえずこれ打ちましょうか。打って考えよう。結構絆にもお客さん行ってるんで、いい感じに動けると思うんですよね。ガッキーの新街道男道ボス番長3編です。ということで今回は熊本にあります MGM 菊陽店に来ております。そして番長、僕本当に待ち焦がれてたんですよ、番長3。まあ本当ね、いろいろ新規準機もありましたけど、まあ、こういう機種のね登場を待ってた方非常に多いんじゃないかなと思います。そしてその機種が番長なんじゃないかと、何を言いたいかというとですね、今後新基準機でメイン機種となり得る台なんじゃないかと、今後立ち回り機種というか、まあ、真っ先に行く台になる可能性もあると思うんでね、そんな番長3今回は解説しながら、まあ、勝負どこなんかをしっかりお見せしていきたいなと思っておりますし、なんといっても番長の楽しさ、これをお伝えできればと思います。さあということで、北海道トイボス番長3編スタートです。はい、ということで実戦スタートです。すでに満台な番長3、まあ、今作はね、なんといってもまず第一に割りが高いですからね。それ朝一打つべき台ですよ。で、朝一の得点なんかもあるんで、本当に朝狙うのがおすすめなんですけれども、まずは、気になるのは変更された時のリセット挙動というかね、これが約 50% なんですよね。そこを何で判断していくのかっていうのは対決カウンターこちらなんですが、本作この番長3自体がこのベルがいちいち大事なんですよ。ゲーム数の概念が基本的にはなくなって、その分ベル回数でいろんなことが起こるということなんですが、まあその辺はおいおい説明するとして、まず今大事なのはすでに前兆の煽りが来てるんで、一発目の対決ですね。お、来ましたね。まあ基本番長2を継承してる感じなんで、お、前兆、これ確定ですね。で、今早速対決に入ったんですけど、対決カウンターは1回の状態で対決入りました。これ朝一のみですね。約 10% でこの対決、この時点で勝利確定している場合があるんですよ。で、そこに当選した場合80% ループの恩恵があったりするんですよね。とりあえず行きましょう。で、当選してるとしたらこの後、負けてその後特訓入ってっていう形ではなく、ここで勝つんで、で対決中にベルが大事だったりするんですけれども、その辺はおいおい話していきます。残念。ということで朝一恩恵の 80% はこの時点で引けなかったと。それと別に、朝一の恩恵として天井がベル回数128回になっております。
通常だと200回のベル天井が128回、まあ約半分ぐらいですかね。打ち方としては左リールバー狙い、これ今までの番長と一緒ですが、バーの2つ上にチェリーがありますんで、今までバー下だったんで そこちょっとね変更があります。で中右リールは適当に打っていただいても、弁当が揃うんですが、一応ちゃんと狙った方がいいですね、バーを目安に。でなんで適当に揃うかって、青7が弁当の代用薬になってますんで、効率の差を求める方は、第2停止まで行っちゃって、青7がもしここになければ適当で OK です。あったらこっちに青7を避けるというだけでも OK ですね。で、まあ、野球の種類が、チェリー、まあ、チャンスチェリー、チェリー2種類か、あとは弁当が2種類、通常弁当、強弁当、それとチャンス目ですね。まあ、細かく言うと MB だったり、まあ、チェリーの形が3つあったりとかするんですけど、通常チェリー、中段チェリー、チャンスチェリー、見た目上の違いですね。まあ、これが MB になってます。でこの次ゲームは大体ベル、ただまれにチェリーだったりチャンス目だったりも揃うことがあります。これも MB ですね。でほぼ 1. 点何分の1でベルなんで、ほぼほぼベルなんですよ。あ、ほらたまにチェリーとか来ます。お、今チェリーでちょっと派手に光りましたけど、 MB の後のチェリーなんでベル回数も上がってるんですよ。朝一はまずは1回から7回、その次は15回から17回、30から32、45から42と15回刻みにあるわけですが、今10回の時点でずっと稲妻が周りにあるんで、あ、消えましたね。先ほどからベルが大事と言ってますけれども、データカウンターはそこまで気にしない方がいいかもしれません。チャンスゾーンだったり天井だったり全てこのベルで管理されてるんで、対決カウンターをしっかり確認してた方がいいですね。これ MB 引いたんで、お、レア役っぽいな、ナイス。ちなみにチェリー揃った時はこの2連7をリール内狙ってください。もし中も右も入ればチャンスチェリーとなります。でここ設定差あるんでしっかり狙った方がいいですね。6で4000分の1、まあ、ざっくりですね、4096分の1かな。で5で8192分の1。なるべく朝一一発目の当たりは早くないと結構きつくなるんだよこいつ。マジで大事ですよ。というか対決いかんない、いかんない、マジか。基本的には、弁当箱で高額移行抽選が行われております。それにもし当選した上でチャンス目とか引けば 100% 対決なんですが、対決行かず今48回ベル、初めて行ったここまで。あ、 MB なんで次で64回目。あ、もう後期ってなるんですね。とにかくベル以上の役、これが大事になってきます。対決中にベル引くとその時点で20敗以上で勝利へと対決が書き換えられるんで、ベルを引くことが大事。でまずはここでボタンですね、ここのボタンを押した方がいいですよ。で未だ見たことないですけど、ひっくり返ることがあるらしいんですよ。
その場合裏モードが何かしらいい状態にいるんじゃないかということです。でベルが大事って言いましたけど、この1ゲーム目基本的にすげえ大事です。すげえ大事。出た。で2ゲーム目以降でも引ければ熱い。残念。で今負けたじゃないですか。最終ゲームであの MV 引いた場合、まあ、約 1% から 2% って言われてるんですけど、そこで逆転の書き換え抽選行われてるんで、もし当選した場合はなんと 80% ループらしいです。まあほぼほぼないですけどね。お出たマチコ先生。基本的にはこの演出絡んだら、まあ、チャンスですよね。まんま。あ、特訓経由。今のところ特訓を経由した方がいいのではないかと言われてますが、対決に至るまでのパターンが4パターンぐらいあるんですよ。で、あ、やべえ、全長ゲーム数数え忘れた。まあそれで4パターンぐらいあるんですけれども、高設定ほど出やすいパターンなんかもあるみたいです。ほい、よくないですね。ベル、ベル、 MV でもいい。うわー下手い。下手いな、おい。あ、おい。ベル回数にして86回、ゲーム数631ゲーム。はい、ドラキジャーニーですね。高設定ほど初当たりへのボーナス、番長ボーナスの可能性が高くなってます。で今ベル回数そのままなんで、さっきのマチコ先生の演出のチェリーからの対決での勝利だと思われます。このステージがですね、ベル回数64回、最大64回で、対決に行くと。でステージによって違いがあって、川の上で岩飛んでるあのステージだと7回となります。はい、ここからスタート。だいぶ引っ張って、もうすでにベルが17回、18回目。で今回は、純増約2枚ワンセット40ゲームの ART ですね。いただきジャーニー。お、ボタンちゃんがいる状態でボタンがテンパってないんですよ、ベルが。この時点でチャンスです。確定ではないです。おお、ステージアップしました。これが混合炎ですね。お、そして速攻対決。 ART 中ナビ出てるんで、対決も必然的に勝利しやすい、ベルが揃いやすいんで。さあベル飛行。お、 MB うまい。次ベル以上来ますからね。でこのカットへの色もチャンスアップ。どうした、ナイス。
早速上乗せいただきジャーニー青、いただきジャーニーはもともとが継続率 25% は 50% は 80% この3種類あるんですけれども、セット2上乗せしたときにこれがループ持つんですよ。そのループ率にはさらに 0% が追加されてるんで、青だと 0% の可能性が非常に高いですね。まあ、ここでプッシュボタンとか出てきてボンって押して乗せたらループ持ってるってことです。そうだから初当たりには 0% がない、最低 25% で継続率を持ってるんですけど、上乗せした分には 0% もありますよってことですね。たださっきの背景の色が、まあ、黄色だったり赤だったり、はたまたレインボーっていうのもあるみたいなんですけど、まあ熱い色が出てくるほど継続率最大の 80% に期待できると。そしてもう一つ、いただきジャーニー中ここに1日目っていう数字があるんですよ。ちょっとカメラに映ってないかもしれないですけど、でこれがボーナスが付きやすい日にちがあるというか、チャンス値さ、単純に1日目、3日目、6日目、10日目以上、ここでのボーナス当選率が高くなっております。お、またチャンスで、1日目ももちろんチャンスなんで、ちょっとステージ変わってほしいんですけど、お、対決いった、お、もしかしたらですけど対決連モード移行した可能性もなくもない。今ベル8回目でした。ベルあるよ、ナイス、もう一発、いやーどうだ、残念、あーこれで継続ジャッジ、まあ上乗せしてるんでね、継続は確定しております。ただここでの演出ももろもろ見ておいた方がいいです。まず何が出てくるか、通常パターン、あとこれも通常パターン、ここも通常パターンですね。残り何セット、おまだ確定してる、ナイス、ここ確定すると3日目まで行くんで、3日目まで行くんで、まあ、ボーナスのチャンスになるってことです。ボタンちゃんでリップ、いいよ来い、ナイス、悪くない、卓球かな、感情2で挑む卓球、しかも MB、 OKOK、 OK、 素晴らしい、赤だ赤だ赤はなかなか出ないですよ。この後のループに期待、さあ行くぜ、ほい、そうですよ、それを見たいんですよ、あー来ました、うい、さらに次はまあ、潜ることもあるんで、エースが出なくても内部的に乗せてる可能性もあります。ただ見えてたのは、2個ですね、最初乗せたのとその次で、ボーナスは基本的にこのセット開始時に
修正されてて、それが入ってますか。来ましたよ、ここここです。轟大事、轟大事、これ超大事、マジ大事です。これボードと引っ張ってこれればこの後にマジで繋がるんで。はい、来ました。ああちょっとちょっと、マジかー。お、勝て、残念。いや今のきついっすわ、やばい。3日目超えるとちょっとやばい。3、4、5セット、5日目までは行くんで、まあ、もう一個乗せることができればまたボーナスチャンスの6日目まで行けるんですけど、1ゲーム目が大事なんですよね、対決は。たまんないやつ。これは複数セット。あ、ステージは通常なんで、まあ複数セットあるよっていうスタートですね。はい、来た。チャップイと。まあまあですね。まあまあ。来ました、ブルー、ベル異常対応、ベルレア役、ベルですね。まあチャンス目じゃねえや、リーチ目が出ることもありますね、このタイミングで。青、オッケーオッケー、よし、はい、ありがとうございます。6日目ですけど、これはセット数ですかね、ステージ的に。はい、セット数ですよ。ボーナス引きた、おお、あ、あら、マジ青で、あ、そっか、ボーナスにも、あー、終わった、音変わりました、トドロキドリーム。そしてこれがボーナスチャンス。やべー、めっちゃ乗ってきた。はい、来ました。やべ、リブばっかり、下手くそ下手くそ。お、赤文字出ましたね、残りのね。お、しかもやっとステージ上がって、まあもうベルが達してるってことですね、後期になりました。そうか、お、せめて赤いカットで欲しいですよね。ね、なんでここでベル引くかな。
あれ？いや、まだあるでしょ。まあ、とりあえず一度9日目で終わり、988枚ですが、まあ、この終了画面もいろんな秘密あるんで、これがデフォルト、まあ、通常ですね。で、清水寺が出れば2以上、雫とボタンが出れば4以上。あとなんかみんなわーって言って、わーって人が超いっぱいいるのは5濃厚みたいですね。さらに雫とミサオ、これ6です。もう一つだけ言うと、これこの収録時点ではまだ解析出てないんですけど、スイートパネル番長初代6です。見逃さないように。さあ、ということで戻るかな、継続かな。一度通常時に戻って、まあ、ここからベル引いて復活なんかもあるんですけど、一応今回引き戻しもございます。まあ、偶数の上の方が引き戻し率は高そうですね、今までの番長同様に。当たったんじゃないですか、シャッターチャンス目、初代番長から受け継がれてる激アツ、しれっと激アツ演出。いやー、ビビった今。あ、前兆入りましたね。 MB 対応の演出、 MB が外れてます。はい、ゲーム数にして533から。おお、4ゲーム後に特訓。15ゲームで対決、4ゲームで特訓で15ゲームで対決。あら、やっぱ当たってるかな。おお強い、完璧。あーと556ゲーム。はい、トキジャニー本日旗当たり2回目です。はーい、オッケー、はい、イエー。これなんで消えるんでしょうね。お、おお、まさかの、あれ確定ではないんだ今回。これ番長2だったとしたらそうですもんね、戻りますもんね。よし、あるでしょ。帰りましょうか、帰りましょう。お疲れ様でした。まあ今回オス番長3編ということでね、打ち切りましたけど1台。まあ、正直悔いが残る展開です。というかもうちょっとやれたかなみたいな感じがしますね。はい、といってもまあ序盤に9連かなすることができて、ある程度まとまった出玉をお見せすることはできたんですけれども、何よりもお見せしたかったのが対決連チャン、特に ART 中。これがですね、本当に番長3の面白いところですんで、
ちょっとそこを見せれなかったことに悔いが残ってます。まあ、結果的に22本負けで、まあ、回収なしで終了です。まあ次回頑張りたいですね、本当に。はい、以上。今回は MGM 菊陽店からお送りしました。ありがとうございました。